ジョゼフ・フォツァルディーノ。ジョゼフ・フォツァルディーノは16世紀、イタリアの音楽理論家、ベネツィア学派の作曲家。おそらくは、アリストクセノスとラモーの間では、最も有名な音楽理論家であり、対位法や調律法に関する理論に大きく寄与した。ベネツィア近郊、キオチャ出身。フランシスコ会に早期教育を受け、後に自らも同会の修道士となった。1536年にキオッチャ大聖堂の聖歌隊員となるが、1539年までに女祭になっただけでなく、首席オルガニストにも任命された。1540年に除会され、翌1541年にはベネツィアに行き、聖マルコ大寺院の学長で巧妙な作曲家、アドリアン・ヴィラワルトに師事。1565年にチップリアーノ・デ・ローレが軌跡に入ると、聖マルコ大寺院の公認修身学長に着任した。任期中に、ベネツィア学派の主要な人材を育て、門下より、クラウディオ・メールロ、ジローラモ・ディルータ、ジョバンニ・クローチェ、ヴィンチェンツォ・ガリレイ、保守派の音楽評論家、ジョバンニ・アルトゥージらを輩出した。かなりの多作家であり、モテットは洗練された手腕と、カノンや対位法の熟練を示しているものの、もっぱら注目されているのは理論家としての著作である。中禅音律について記述した理論家としては、ピエトロ・アーロンが有名であるが、ツァルディーノは1558年の著書、ハルモニア協定の中でに、7コンマの中禅音律を初めて数学的に明確な用語によって記述している。さらに1571年には準成長3度を持つ。1.4 コンマ中禅音律も記述している。1571年のハルモニアの証明では、先方の番号付けを変更し、破音及び、それを主音とするヨニア先方を強調し、それによって、長調、短調の音階と調整に基づいた歌声とメロディーのシステムに近づいていくことになる。ツァルディーノは、歌声学において、あらゆる音程の中で3度の音程が最も重要で、あると考えた最初の人物とされる。彼が準成律を擁護したのは、ピタゴラス音律において、非準成音程がしばしば現れることに注目したからであり、12音からなる音階に現れる各々の音程を可能な限り、準成に近づけようとした。また、彼は古来より知られた対位法における平行5度、平行8度の均速を機能化性的に説明しようとした。最初の人物でもある。ツァルディーノの著作は、主にフランチェスコ・フランチェスキによって出版され、16世紀末にヨーロッパ中に流布した。翻訳や注釈版は、フランスやドイツではおなじみで、オランダではスウェーディンクの門人たちに受容された。したがって、ツァルディーノの影響力は、次世代の初期バロック音楽の作曲家にまで及んでいたと見ることができる。ツァルディーノの作品は、同世代の作曲家に比べると、音楽語法において、むしろ保守的である。マドリガーレでさえ、当時他の作曲家たちがこぞって用いたホモフォニックなテクスチャーを避け、モテットと同じ手法でツモ法様式に依拠している。作品の出版は1549年から1567年まで行われ、41曲のモテットのほか、13の世俗曲が含まれている。ありがとうございます。